それでは線形代数1の第3回の授業を始めたいと思います。前回のまとめです。前回第2回ではこのような話をしました。平面ベクトルが R2 を貼るということ、それから平面ベクトルの幾何的な意味スカラバイト和についてやりました。それからと平面ベクトルの線形独立と線形従属の概念について説明しまして、平面ベクトルの集合 R2 の規定の定義を説明しました。最後、平面ベクトルの内積って書いてますけど、これはこれから今日これからやる内容です。で、今回の内容ですけれども、その平面ベクトルの幾何的な意味の内積からスタートします。で、それからと複素数 n 項数ベクトル、それからあと行列の演算に入りまして、行列の加法とスカラ倍について説明します。今日はちょっとですね、定義が中心の内容になると思いますので、ご承知おきください。それでは平面ベクトルの内積の説明から入っていきたいと思います。教科書は9ページあたり、8ページ9ページあたりからの説明になっています。まず内積ですけれども、教科書ではちょっと字の文に埋もれてるんですが、一応定義を書き起こしました。平面ベクトル A と B がこういう形であったときにですね、 A の成分は A1 と A2、 B の成分は B1 と B2 に対して、このそれぞれの成分をかけて和を取ったもの、この場合は A1B1 プラス A2B2 をこのベクトル A と B の内積といいまして、この A と B を並べてカンマで並べてカッコでくくった形で表します。で、ここではですね、その一応命題としまして、この平面ベクトル、この A と B が与えられたときにですね、このナス角をシータとしたときに、この A と B の内積というのは、A の長さかける B の長さかけるコサインシータが成り立つという命題がありますので、一応これを示したいと思います。今この図では、平面ベクトル A はこの三角形 OAB の底辺でですね、O が左下の点にありまして、OA がこう右側に向かっているベクトルです。それから、B はですね、この三角形 OB ですね、この OB のベクトルとなって、方向ベクトルとなっております。で、この定理、一応すでに知ってる人もいるかもしれませんけれども、一応確認のためにこの定理を示していきます。まず、A、ベクトル A、すまち OA ですね、それからベクトル B、OB とするときに、この BA ベクトルというのを考えますと、BA ベクトルというのは、この点 B を始点にして、この A を終点にするような下向きのベクトルとなります。で、その成分というのは、そのベクトルの足し算からですね、A1-B1 と A2-B2 となります。さて、ここでですね、この点 A からこの線分 OB に垂線を下ろしまして、でその垂線の足をこう H とします。H とするときに、この三平方の定理を使って、ある辺の長さが等しいというところから、この性質を示していきます。先ほどのスライドですけれども、以下の訂正がありますので、一応ここで説明しておきます。まず、このベクトル BA の記述なんですけれども、B-A と前回書いていたんですが、正しくは A-B ですので、直しておいてください。一応、その成分の表示は合っています。それからもう一つなんですけど、この長さ H っていうところですね、この線分の名前を間違えておりました。本来はこれ線分 AH ですね、頂点 A が下にあって、H がここ、その辺 OB 上の、に下ろした垂線の足ということなんですけれども、ここを誤って OH と書いて、ここですね、OH と書いてしまいましたが、正しくは線分 AH ですので、ここの訂正しておいてください。以上、2箇所このスライドには誤りがありましたので、訂正をお願いいたします。まず、ここで考えるのは三角形 OAH ですね。三角形 OAH っていうのは、この
三角形の下側のこの三角形ですね。それからもう一つは三角形 BAH。BAH というのはこの三角形、この上側の三角形です。この二つの三角形を考えます。そこでまず、この三角形 OAH に関して三平方の定理をちょっと書き出してみますと、どこについて成り立つかちょっと見てみますと、この OH の2乗プラス AH の2乗イコール OA の2乗ですかね。直角な辺の2乗の和は斜辺の2乗に、長さの2乗に等しいというのを使います。それで、じゃあ OH っていう、まず OH の長さが必要なんですけど、OH の長さはどう出せますかっていうと、この角、ここの O、角 O が、シータですので、この OH っていうのは、OA かけるコサイン H なわけですね。OA の長さかけるコサイン H。で、OA っていうのは、すなわち、ベクトル A の長さですから、このベクトル A の長さかけるコサイン H がこの OH の長さになります。そこで、この、A コサインシータ、これは OH の2乗ですね。OH の2乗プラス、この H っていうのは、この垂線の長さですね。H の2乗。したものが、この OA の2乗、長さの2乗、すなわち、この A の、ベクトル A の長さの2乗ということになります。これでまず1式が成り立つというわけですね。で次に、三角形 BAH の方の三平方の定理をこう見てみます。そうしますと、ここでは BH っていうこの辺の長さが必要なんですね。BH の長さは、この OB の長さから、OH の長さを引いたものなんですけれども、この OB の長さっていうのは、B の、ベクトル B の大き長さなわけですね。で、この OH の長さっていうのは、先ほど出しましたけど、この A の長さかけるコサイン H でした。ですので、この BH、辺 BH の長さ、線分 BH の長さっていうのは、B の、ベクトル B の長さマイナス、ベクトル A の長さかけるコサイン θ ということになります。で、今度は、この三角形 BAH で三平方の定理を作りますと、まずこの BH の2乗ですね。BH の2乗っていうのは、この今出した B の長さマイナス A の長さかけるコサインシータの2乗。それから、H の2乗っていうのはこの垂線の長さの2乗ですね。で、イコール、先ほど出したこのベクトル BA の長さの2乗ですから、これは A マイナス B の2乗というふうに出てくるわけです。これが2式となります。で、こうして1式と2式を見てみますと、実はこの垂線の 長さ H の2乗っていうところが両方に現れていますから、これでこう統合で結ぶことができるわけですね。で、まず1式から、これを H2 乗イコール、A の長さの2乗マイナス A の長さかけるコサインシータの2乗という式を作りまして、で、これをまあ3式とします。で、これで H2 乗イコールこれこれっていう式が出ましたから、これをこの2式のこの H2 乗のところに代入するんですね。よろしいでしょうか。1式からこの H2 乗イコールっていう形にして、これを2式の H2 乗の項に代入すると。で、そうしますと、まあ、こういう等式がこうバーッと得られまして、で、少し整理すると、これ A-B の長さの2乗が、A の長さの2乗プラス B の長さの2乗マイナス2倍の A の長さかける B の長さかけるコサインシータという関係になります。まあ、ちょっとこの辺の式の展開は後でちょっと皆さん各自で確認しておいてください。で、まずこの4式、この4式についてですね、これを AB の各成分を用いて表すと、まあ、これもちょっとガーッと、これ長さの定義に即して書き下すわけですけれども、書き出すと、まあ、こういう等式が得られます。一応ちょっと今パッと見てすぐ納得できないかもしれませんけど、多分後でこの長さの定義からこれ計算していけば分かると思いますので、まずとりあえず今はそういうもんかと思ってちょっと話を聞いてください。でさらに式を整理しますと、これがマイナス 2a1b1 マイナス 2a2b2 イコールマイナス 2×a の長さ ×b の長さ×コサインシータになりまして、まあ、これを整理すると、まあ、命題に出てきましたこの、等式が得られるという流れになります。というわけで、そうですね、一応、まあ、予備知識としては三平方の定理、それから、まあ、先ほどのこの各、
こうやって作った三角形の各辺の長さをベクトルを作って使ってどう表すかっていうことを使うこと、それからあとはそのこのベクトルの長さをですね、この各成分を使って表すというところがポイントかと思います。なので一応講義ですとその時間の都合上こういう流れの大まかな流れはこうなりますよっていう説明になりますので、そこから先の理解というのはこう皆さんに委ねられるわけですね。ですので皆さんに一応こう認識しといてもらいたいのは僕の話を聞いて分かった気になってはいけませんよっていうことですね。僕の話を聞いた後が多分皆さんの勉強のスタートだと思ってほしいです。僕は、皆さんにこれを説明するために何度も何度も教科書をこの同じところを読ん でどういうふうにな流れで説明していけば皆さんがこう分かりやすくこう聞いてもらえるかということを何度何度も考えながら準備しています。ですので、まず僕の話を聞いて、もしかするとなんとなくこういう流れかなというのはつかめるかもしれないし、ちょっとやっぱり分かんないなっていう人がいるかもしれないけれども、もしちょっと分かんないなっていう人はこの講義が終わってから授業時間レポートの時間にちょっと質問してもらいたいと思いますし、なんとなく分かったっていう人はそこから自分でこの教科書を読みながらですね理解していってほしいと思います。聞いただけでは多分自分の中でこう理解できないとか結構僕の経験でもありますけど結構いっぱいあって、で自分で考え始めるとあれここってなんでこうなるんだっけっていうところによくぶち当たるんですよね。で数学やってると特に初めて勉強するところなんかはもうぶち当たってばかりで心が折れそうになるんですけれども、数学っていうのは多分ね二面性なんですよね。心が折れそうになった時にそこで折れないで頑張るか、あるいはちょっと疲れたから少し休憩してまた明日頑張れば少し分かるかもしれないからいいやって感じでこう楽天的になるっていうかっていうのって時と場合によってこう両面出てきます。ですのである、時は頑張ってその理解に努めるっていうシーンも多分必要だと思いますし、だからといってそれが全てだとかなり気力が持たないですから、今すぐ分からなくてもこう少しずつ目を通していけばそのうち分かる時が来るだろうなっていう、そういう楽天性といいますかね、それも大事な要素だと思ってますので、そういう両面もこう使い分けながらこう理解にしていってほしいというふうに思います。はい、っていう感じですね。であと定義としまして、その平面ベクトル A と B が直交することをですね、これ、内積2つのベクトルの内積が0になることをもって定義をするということになります。で注意していただきたいのは、これ A とか B がですね0ベクトルの場合も含まれるという点に注意してください。でこの点についてちょっとですね一言こぼれ話を申しますと、この明解線形代数の教科書ができたときにはこれ実は定義じゃなくて命題だったんですね。平面ベクトルが直交するときに、この A と B の内積は0になりますっていう命題だったんですよ。で、実はここにはこういう本がありまして、皆さんこの本見たことある人いますか？いたらすごいけど、実は明解線形代数の初版の本なんですね。皆さんが持っている本は緑のカバーだと思うんですけど初版は青いカバーでした。でそれはいいんですけれども、この青いカバーの初版の本にはこの定義がですね命題として書かれていたんです。ところが僕がであるもう10年近く前ですけれども演習の授業をやった時に学生の人から質問を受けまして、これって A やベクトル A や B が0ベクトルの時はどうするんですかって言われたんですね。確かにベクトル A やベクトル B が0の時っていうのはその幾何学的にこう幾何的にこう角度が定義できないじゃないですか。それでこれはなんか困ったなと思って、これはちょっとなんか教科書の内容を検討した方がいいと思いまして、でこの執筆者の一人である森田先生のところに相談に行きました。でそこで森田先生といろいろ相談した結果、じゃあこれベクトル A と B が0の時も含めて定義にしちゃいましょうという話になりました。で一応、それでですね教科書がその時にちょっと訂正修正されたという経緯があります。なおこの本にはですね その相談をした日が2014年の5月15日ってメモが残っていまして、
まあ、そういうこともあったんですけれども、一応だから皆さんの授業の中でこう教科書がこうより良くなっていくっていう場合もありえますので、ぜひその何か疑問があったらまた僕とかですね、金久保先生なんかに寄せていただければというふうに思います。はい、それからと、命題としまして書かれていますが、A と A、自分同士の内積っていうのは自分のベクトルの長さの2乗に等しいという命題もありますので、チェックしておいてください。はい、ここまでが内積の説明ですが、ここまでよろしいでしょうか。